皆さんこんにちは。6月になりますとやっぱり梅雨ですよね。まあ、梅雨ってだけど皆さんみんな嫌いってわけじゃないですよ。梅雨によってアジサイの色も綺麗になりますし、それからカエルの声が聞こえたりね、とってもいい感じもありますが、まあ、私はでも少しなんとかじとじとするのは苦手ですね。では今月の行事から入っていきますけれども、1日から8月の末まで遠州三山の風鈴祭りがあります。でこれはですね、昨年からスタートしているんですけれども、少し大変好評だったんで、少し期間を長くしながら、この6月1日から8月の末までです。遠州三山ですから3つのお寺で、八田山がですね願掛け風鈴、それから湯山寺が南部鉄を使った風鈴と、それから加水祭では江戸風鈴、この3つやった。ただ加水祭の江戸風鈴は3000個ですから、結構たくさんの風鈴で綺麗ですね。音も素晴らしいですね、この風鈴の音って。ということで、ぜひ皆さんも見に来ていただきたいと思います。夏、もちろん夏のスイーツもありますし、それから風鈴祭りの限定の御朱印、これもやっていくつもりです。それから4日の日からは定例の6月の市議会がスタートをいたします。6月の末までです。インターネットでも放送をさせていただきますので、ぜひご覧になっていただきたいと思いますし、また傍聴席にもおいでをいただきたいと、このように思います。議員の皆さん方からいろんな質問を受けて、私をはじめ職員みんなで答弁をすることにしておりますので、ぜひご覧になっていただきたいと、このように思います。それから16日にはエコパを使いまして、来年のラグビーワールドカップを目指しての、その何て言いますかね、いろんなムード盛り上げの一つとしまして、ラグビーのボールのパスリレーをいたします。愛の駅からそれからエコパ会場までです。これもございます。それからその次の日17日になりますと防災講演会を行います。防災ですから、やっぱり災害は忘れた頃にやってくるの例えもございますけども、私どもは絶えず防災の意識を持っていく必要があると、こういうことから被災をされた方々の生の声をお聞きしながら、みんながみんなを救う街、あるいは人が人を救う街、お互いに助け合いながら、いざという時ですから助け合いながら、やっぱり仮に災害があってもその被害を最小限にしていきましょうと、こういう街を目指してまいりたいと、このように思います。それから6月の中旬から下旬にかけましては、八田山のアジサイが見ごろになります。アジサイの花って色が少し変わりますし、それからいろんな色がございます。紅色もあるし、コバルト色もあるし、それから紫色もあるしということで、とても綺麗なアジサイがたくさん八田山で見られると、このように思いますので、ぜひおいでをいただきたいと、このように思います。今月はその先ほど申し上げました6月の16日のラグビーボールのパスリレー、お話を少しさせていただきます。16日の10時に愛野の駅前に皆さんにお集まりいただいて、可能な限り多い方が嬉しいんですけども、愛野の駅からエコパまで、あれ距離がどれくらいあると思いますか？おおよそ1200メートルです。で、1200メートル、その両方に、道の両側に人が並んでいただいて、で愛野の、失礼、エコパではラグビーのゲームがいくつ開催されるかというと、4つ開催される。4つラグビーのゲームが開催されるということは8チームということになりますね。出場するチームが8チームですから、今度はラグビーのボールも8つ必要です。で、8つ必要のラグビーのボールを各国の大使館からどなたかおいでいただいて、その大使館の方が、じゃあ私は南アフリカの方がボールを一番最初に投げ入れますね、というふうに各国の大使館の方が各国を代表してボールを投げ入れていただいて、そのボールが両サイドですから4つずつずっとボールがパスされていって、最後にエコパのところでトライすると、こういうことになります。もちろん知事も出ます。それから
車椅子ラグビーの選手も出てくれるってことになってます。ただこの日は今の申しましたのが10時からスタートの予定なんですけども、12時からはこのエコパではヤマハ発動機ジュビロと三菱重工の相模原ダイナボアーズのプレシーズンマッチをのこのプレシーズンのマッチなんですけど、でもこういうゲームもございます。まあ、これもぜひご覧になられた、このように思っております。まあ、ラグビーワールドカップが来年の秋でございまして、エコパでやるチームも決定をして、現在チケットの販売にもかかってます。ぜひ皆さん方がいろんな興味をお持ちになって、また今からでもまだ十分間に合うますから、1年まだもうちょっとありますから、ぜひワールドカップをご覧になっていただきたいと思いますし、ワールドカップの開催に合わせて袋石もみんなで英語を楽しもうとか、あるいはボランティアいろんな方来る人のホームステイをしようとか、あるいはおもてなしをしようとか、こういうことを今から考えていきますので、ぜひ一緒になって、市民の皆さんも一緒になって参加をしていただきたいと思います。それからこの夏にちょっと今のラグビーは来年の話なんです。この夏に高校総体の弓道がございます。弓道をエコパのアリーナで弓道が行われます。この高校生の弓道ってのは素晴らしい、皆さん弓道をやる方って胸を張って素晴らしい姿勢でキュッと引き締まった雰囲気の中で弓を射りますから、ぜひこれもご覧になっていただきたいと、このように思います。今月は一番最初に申し上げましたように梅雨入りをすると思いますし、そうしますと少し湿ったそういう月になるかもしれません。でも健康に留意して、梅雨は梅雨なりに楽しんで素晴らしい月にしていただきたいと思います。ありがとうございました。企画制作課シティプロモーション室の溝口です。広報袋井6月号についてお知らせします。今月号のクラウンは袋井市茶手もみ保存会を取材しました。県内最古の茶産地である袋井市、機械化が進む製茶業界ですが、昔はほぼ全ての工程を手作業で行っていました。先人たちが築き上げた小笠流手もみ製茶法を守り、後世に伝える活動を行う皆さんの活躍に迫ります。その他特集では袋井版ホームステイと幼小中一貫教育を掲載、2019年に行われるラグビーワールドカップ、エコパスタジアムには世界中からたくさんのラグビーファンが袋井市を訪れます。袋井市に来た外国人の皆さんをおもてなしするため、市が取り組む袋井版ホームステイについて紹介します。3歳から15歳までの学びをつなぐ幼小中一貫教育、市ではこれからの新しい時代を見据え、自立力と社会力を兼ね備えた子どもたちを育てるために、幼児期からの一貫した教育を進めています。広報袋井6月号は6月1日発刊、市のホームページでもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。袋井市役所危機管理課です。袋井市では6月17日日曜日にメロープラザにて防災講演会を開催いたします。講師には熊本地震を経験し、ご自身も避難所運営の最前線で避難者と一緒に生活をされた堀田直隆さん、東日本大震災で義理のお兄さんを津波で亡くされ悲しい体験をされた渡辺涼子さんをお招きして、被災地での現実を赤裸々に語っていただきます。またその後行う研修会には防災アウトドアアドバイザーとして全国的に活躍され、女性の立場から
お母さんの立場からの防災講座を多く講演されている安藤理さん、数多くの被災地でのボランティア経験をお持ちの落合美恵子さんに講師をお務めいただきます。どの講師の方のお話も体験談から語られます。南海トラフ巨大地震に備える我々には大変ためになるお話です。皆さんお誘い合わせの上ご来場ください。申し込みが必要な研修会もございますので、詳しくは袋井市役所危機管理課 0538-44-3108 までお問い合わせください。こんにちは、袋井市役所都市整備課の池谷です。都市整備課では6月9日土曜日に袋井宿場公園で袋井宿で花丸瀬事業を開催します。このイベントは市民の皆様に花ある暮らしのヒントを提供し、花の魅力を知っていただけるよう、切り花や鉢物、ガーデニング雑貨の販売や苔玉作り、花のアレンジといったワークショップを開催します。また当日は JR 袋井駅をスタートする爽やかウォーキングが同時開催されております。こちらの袋井宿で花丸瀬会場が通過地点となっており、市外からも多くの皆様がお越しくださいます。ぜひご参加ください。こんにちは、袋井市産業政策課観光振興室の寺田です。袋井市の観光情報をお知らせいたします。6月上旬、7月の中旬にかけて袋井市小秋寺の睡蓮が見ごろを迎えます。小秋寺門前の弁天池には朝になるとピンク、白、黄色の睡蓮が広がり、その優しい色合いで訪れる人々の心を和ませてくれます。睡蓮は早朝にきれいに開花するため、朝の涼しい時間帯にお出かけください。また今年は6月1日から8月31日まで夏の袋井遠州三山風鈴祭りが行われます。お寺では邪気よけの意味でお堂や塔の軒の四方に風卓が吊り下げられており、風卓の音が聞こえる範囲は災いが起こらないと考えられておりました。この風卓が風鈴の由来とも伝えられています。八田山霞水祭湯山寺では皆様に願いや祈りを風鈴に託し、参拝者の皆様に涼しい音色で夏の暑さをしのいでいただきます。期間中は遠州三山をはじめ袋井市内各所で夏のスイーツのおもてなしも企画しております。7月9日月曜日、10日火曜日には風鈴祭り開催期間中の八田山で満灯祭が開催されます。八田山尊栄寺では7月10日は1年で最も御利益のある日で、その日1日お参りすれば4万6000日分の御利益があると言い伝えられてきました。本堂前には何千基もの灯籠が奉納され、幻想的な雰囲気に包まれます。9日月曜日には静岡県浜松市在住の3人組ユニットジャムナインの音楽ショー、10日火曜日には第19回ほおずき寄せなどのイベントも行われます。皆様お誘い合わせの上ぜひお越しください。袋井市の観光については袋井市観光協会電話 0538-43-1006 までお問い合わせください。以上、袋井市の観光情報をお伝えしました。